ーマもういっちゃいたいと思います、はい。今週、何をやるかというと今週のテーマは怖い話。はい、ということで今、うん、このBGM が流れてるということはもうこの怖い話をやるというのが皆さんね大体わかると思うんですけども、まあまあさんも実はそのなんて言うんですかね、まあ先ほども言いました見える人、はい、沖縄の沖縄なんて言えばいいんですかね、このユタっていう、そうですね、見える人というかそういうのの血筋を引いてるわけですよ、はい、まあまあさんも、はい、なので、ちょっとこのママさんもちっちゃい時からずっと見えてると、はい、でお友達と思ってたら幽霊だったんで、はい、これすごいな、うん、だから僕さっきもねこのスタジオ入ってで今日怖い話なんて何本かね事前に自分でも持ってきてて、うん、ママさんにちょっと聞いてもらおうと思ってママさんこれいついつの話なんですけどって喋り始めたら、ママさんが急に待って私の左に今来よった一人来よった女の人が来たねって俺幽霊目の前に怖い話今からするっていうガンガンにハードル上げられて、いや違う意味で怖くなってみて、だからねわあやばい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 、電気が電気がこれつか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 、見てる人わかりますからね、ツイキャスこれ映ってるんですけど今ねミキさんのキャンさんがこの電気をつけたり消したりつけたり消してめっちゃ雰囲気出るような、うん、今そのライトが消えて雰囲気出ましたね、ちょっと出てちょっといつもとは違う感じでお送りしてるんですけど、うん、めっちゃ僕の顔が白くボケてますねこれも例の仕業かな。だから今週はですね皆様から幽霊というか、まあ、怖い話何でもいいです、お化けでもいいですしそうじゃない怖い話でも、うん、皆様から今日は怖い話にまつわるメッセージ募集しております。メールアドレスが797@fmginowan.com 797@fmginowan.com となっております。そしてこの番組はツイキャスでも配信しております。ツイキャスは、アプリの方から、ご視聴いただけますので今のスタジオの様子が確認できます。ということはもしかしたらこの放送中に何か映っちゃいけないものが映るかもしれませんということで、ぜひ気になる方はツイキャスの方もご覧いただければと思います。ツイキャスの方は気軽にコメントも書けますのでね、ぜひよろしくお願いします。早速コメントも何件か来てまして、はい、こんばんにゃすと中田猫さん、はい、ありがとうございます。今日ギャラリーの方にも来ていただいてますね。でペーターさんワンガってワンガって来てますね、はい、そしてスプリームさん、この番組でおなじみ、うん、ズブズブのズブリームさんですけど、はい、まあまあさん、カデケンさんこんばんは。違いますよ、カデケン、僕カデケンじゃないです。カデケン見えてんのかなと思った。いやちょっと怖かった。死んでないですよ、ね、生きるようでも僕オニゴラララって言ってないですから。松井かすよです、こんばんもゆたしくですと。ゆたしくです。もうどこから突っ込んでいいかがだんだんわからなくなってきますけどね。そしてまんやさんとあきちゃんさんこんばんは、こんばんにゃすと、ありがとうございます、うん、そして、あ、猫さんがまんまさんこんばんにゃと、はい、こんばんは。そして、ゆみさんがこんばんはすみーって、そして、都合によりリスラジで拝聴しておりますと、はい、ありがとうございます。そして、タイガさんから、大家がヘッドホン耳に当てがわないで首にかけているのが怖い。え、怖くないでしょこれ。おしゃれですよね。おしゃれですよ。なんかね、DJ の人とかよくやってるから、うん、あ、久しぶりむさんが店長、お化けが入りますと言ってコンティニューコインを入れてくれてますね。そう、ツイキャスはこのコンティニューコインをいただけると、うんうん、新時間が伸びるという。あ、そうなんですね。めっちゃ入れてくれてる中田猫さん、ありがたいですね。ね、ということでこの怖い話で1時間やっていくわけなんですけど、なんですかね、そのちょっとした、まあ、例じゃないですけど、うん、まあ、このお化けの話で霊、例えの意味で霊って言ったらいろいろややこしくはなるんですけど、はい、例えの意味の意味、まあまあまあ、はいはい、簡単に僕が一個、まあ、オープニングでお話しするとしたら、僕も結構怖い話を実は聞くのが好きで、いろんなの聞くんですけど、まあ、これ沖縄の話なんですけど、はい、ある、まあ、那覇市内にある元若者が結構いっぱい行きそうなビルがあるんですけど、うんうん、ビルというか建物がありまして、そこで、まあ、8階ぐらいの建物なんですよ。で全部、エスカレーターもあるしエレベーターもある。で基本みんなエスカレーターで行くんですけど、ある、カップルの人が、まあ、そのお店に、お店というか建物入りまして、でいろいろ物色してて、でこうエスカレーター登ってこうまた上にクワーって行ってる時に、まあ、下にお店が見えるわけですよ。で何の気なしにチラッとそのお店を見ましたら、天井の方から、そのお店の天井ね、うん、上の方からボトッてこの上半身だけの女性の方が怖いわバッ
って落ちてきてお店をこう這いずり回ってるらしいんですよ。でもうその彼女さんは、まあ、霊感が強い方なので、まあ、見えたらしくて、でああやばいなと思って、で一応ね、まあ、見ないようにして、でもう何も見てない何も見てないと思ってこう無視してたんですけど、パッて見た時にその上半身だけの女性がこの今度はそのお店を出て壁を伝って自分たちの階までこう来ようとしてるわけですよね。怖い。エスカレーターはどん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 上に近づいてくるわけですよ、うん、で彼女もこれはやばいなと思って彼氏に、いやいるよと、あれ見えない、いるよと、うん、なんか怖いんだけどつったら、彼氏はもう見えないからそんなことないよと、いや全然そんなことないから何言ってんのぐらいの感じで茶化してたんですよ。でもその彼女さんずっと見えてるから、あやばいやばいどうしようと思って、この腕のところに、その人のおばあちゃんからもらった、うん、おばあちゃんもなんか霊感強いらしくて、その守ってくれるようなブレスレットみたいなのつけてたらしいんです。でそれをこう持ちまして、もう左手につけたブレスレットに右手をこうかざして、もう絶対大丈夫絶対大丈夫っつって、でこうもう目の前もう目開けたらその人いなくなって、大丈夫大丈夫大丈夫絶対大丈夫だからっつって、こうグーッとこのね腕使ってグーッと持ってて、たらやっぱりエスカレーターグーッとこうもう上の方に着いたらなくなるじゃないですか、降りないといけないじゃないですか。その時はさすがに目開けないといけないんで、もういなくなってるいなくなってる、パッて目開けたらうっってこの人の目の前にその上半身だけの女の人が現れて、聞かないからってだけ言ったらしいんですよ。それを聞いて、その女性の方は気を失ってパタッと倒れられたそうなんですけど、それ以来、まあ、そこの建物には行かなくなったと、うん、だから今でも今でもその建物は那覇市内の、まあ、方に姿を変えて、姿を変えてとか中身が結構変わって、もう今有名なお店になっちゃったんですけど、うん、今もなおあり続ける。でその店のたまにそういう話を聞いてるんで行くとちょっと怖さはありますよね。だからあんまり夜は行かないようにしてるんですけど、まあ、そういった感じでね、まあ、怖い話を皆様から募集して、まあ、この後いろんな企画も用意してますが、はい、じゅんぐりボックストークはですね、コーナーというか今日ちょっと特別版ということで、うん、まあ、いつもはこの引いたらお題が書かれてるっていうやつなんですけども、うんうん、はい、引いたら各名前が書かれてます、うん、まあまあ、はい、そして大家、そして、今回ミキさんのキャンさんの、はい、はい、僕キャンも入ります、はい、ミキさんのキャンさんも恐怖体験があるということで、はい、この3名の名前が書かれてるボックスを一個一個引いて、一人一個また怖い話をしていこうじゃないかという企画も用意しております。そして後半のエフペディアでは、はい、まあまあさんに相談がしたいという、まあ、ちょっと最近いろいろ起こってる身の回りでちょっとおかしなことが起こってる FEC の若手芸人を一人招きまして、まあまあさんにそれをちょっと聞いていこうじゃないかなという、はい、企画をご用意しておりますので、皆様最後まで、聞いていただければなと思います。ちなみにまあまあさん、今の時点で何かこのスタジオというか、なんか今の時点ではこれがあるのね最強アイテムヨネマースこれめっちゃ効くんですよ一応ね、うん、まあ、塩を持ってるといいって、塩、沖縄のこの粗い塩は本当に魔除けになります。ああ粗い塩がいいですね、うん、粗い塩だから僕最初雪塩とかやめてくださいね、なんだろう、高い、ぬちマースか、ぬちマースとかはちょっと効かない、粗いとか、うん、粗い感じのなんかきめ細かいやつはあんまり効かないみたいな感じの、うん、効かない、あ、ちょっと細かいやつは、なるほどね、だからちょっと僕も塩を持ってきてくださいねみたいな前もってお願いしてて、うん、ちっちゃいなんか袋とかにね入れて持ってくるかなと思ったら、もうでっかい塩もでっかいの、だって袋ごと持ってきてますもんね。そうなんか今日全然駐車場怖くなかった大丈夫でした、いつも言いますよね、駐車場出るっていうの、うん、そう、今日は大丈夫だった、今日大丈夫だった、多分これのおかげ、あ、じゃあよかったですね、うん、まだじゃあ先ほどね僕が打ち合わせ中段階でいた、うん、ママさんの横にいた女性は今も中に入っていますね、お、見える人は見えるのかな、こっちにいるけど、ツイキャス配信してて今、うん、ママさんの左肩の方に、はい、女性がいます。女性どんな感じなんですか、見た目的には優しそうな方なんですか、うん、優しい人、じゃあこういうことをやるっていうのはやっぱそれを聞くとその表情は変わったりするんですか、こっちにいる方はなんかちょっと険しい表情に変わったりとか、うん、嫌なことをした、キャンさん見えます、ここに今女性いるんですけど、僕はですね、昔学生の頃までは見えてたこともあったんですけど、ある心境の変化を起こしてからは一切なくなりました。あ、そうなんだ、なんかきっかけがあると急にパタッと見えなくなる、はい、あ、そうですね、あ、なんかね、私だけで見えてもあれだから、いや、だから見えないのが一番怖いじゃないですか。そうですかね、いや、そうなんかちょっとどうしていいかがわからない、あ、いるって言われたら、いるって言われたらもうただただ怖い、ただラジオ聞きに来てる人が
いるっていうまさかのリスナーさんそうめっちゃ興味持ってると思います。マジですか、うん、じゃあもしかしたら放送途中何かしら、まあちょっとね、あの打ち合わせの時点でも言ってましたけど、その見える見えないはなんかチャンネルがあるみたいな。そうなんです。だからもしかしたらこの電波になんか絡まっちゃうかもしれなくて、もしかしたら放送中に起こるかもしれないっていうのは気をつけた方がいいって言ってたんですけど、まあそこら辺もちょっと何か起きるかわからないっていうのは皆さん、ギャラリーにも一人幽霊的なのが現れましたね。モンスター、あれは幽霊じゃなくてモンスターですね。この後出てくる相談者なんですけど、で、はいはい、モンスターが一人現れましたけど、はい、さあということでこんな感じで怖いわ怖いですけども、こんな感じで1時間お届けしていきますので、よろしくお願い、お付き合いの方よろしくお願いいたします。さあ、ということでですね、早速本日の1曲目かけたいと思います。1曲目はですね、映画の主題歌なんですけども、貞子対かや子っていう映画があったんですけども、うん、おびっくりした、貞子対かや子いつの間にかスタジオに入ってきてた一番ビビってる。いや見えちゃいけないものが見えたのびっくりしたわ。さあそちらのですね主題歌をおかけしたいと思います。世紀末で呪いのシャナナナ。さあということで今曲がでして、ツイキャスを紹介していきたいと思います。きんぴらたいがさん、生きてるのが怖いと、あの僕がこのヘッドホンかけて生きてるのが怖いと、そして、ペーターさん、お姉様、足をお返しいたします。え、なにこれ、大丈夫かな、足をお返しいたします、足跡がついてるんですけど、何かここです、足をお返しいたします。お姉様、足をお返しいたします。何ですかね、借りてたの、はい、もしかしたらマーマーさんから足を借りてたかもしれないです。クララのあれ立てないだけですから、足を借りてたわけじゃないですからね、クララに返してあげてください。そして、僕に、あ、ヨナミネさん、元こっちのスタッフの、はい、ヨナミネさんが、うん、僕に彼女ができないのは僕の後ろにいる背後霊のせいでしょう。あ、それもあるでしょうね。 あるんですか、やっぱり背後霊のありますよ、せいで。あります、あります。はい、あ、じゃあ僕もですかね。僕もですかね。ですかね。ちなみに私が、後ろに、私の後ろにいる方男性なんですよ。ああ、はい。なのでちょっとやっぱめめしい女、あの男の人に。あ、だから僕とかそのノルウェーの義母さんとかは可愛いみたいな、うん、そういう男性にちょっと惹かれるところがあって、だからなんか、そういう人と会うはずなのに、やっぱりちょっと男らしい人と付き合うと、男なんでこういつもぶつかり合っちゃう。あ、なるほどね。なかなかなか成就しないっていうのが私もそういうパターンです。あ、後ろの人にちょっと左右されてるところがあるんです。もしかしたらそのね、後ろの人が何かのタイミングで変われば全部が変わるってことですかね。変わる。後ろの人結構大きい。え、ちなみにもう大体で分かるんですか、後ろの人どういうのってパッて人見たら。いや、それもチャンネルを。ああ、なるほどね。そのチャンネルに持ってかないと。じゃあ今別に、今はそのチャンネル入ってる状態なんですか。入ってないです。ああ、うん、なるほど。もし結構疲れるので、ああ、なんか、あ、これちょっとここを今見た方がいいなっていう時はパッて変えられるんですけど、じゃない時は別にオフです。ああ、もう何もシャットアウトした状態です。そう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 。いや、これめっちゃあれですね、疲れるんですね、見てる、集中するんで。ああ、なるほどなるほど。そしてペーターさんが、先ほどのマーマーさんの今左にいる女性に向かってですね近すぎるリスナーさんとそう。いや、だから本当に僕打ち合わせの段階でめっちゃ怖かったですからね。ちょっとしかもあれだったもんね、あ、誰か入ってきた。そう、だからマーマーさんは自然な感じなんですよね、うん、そう、誰か入ってきたと思ったら誰も来なくて、トコトコトコってここに来たから、あ、今誰こっちに女の人いるよみたいな。そうそう、だからなんか怖い感じで言えばいいけど、普通になんかローダーだよ、ローラだよみたいな感じで隣いるよみたいな、さらっと降りるから、うわ、めっちゃ怖いってなるじゃないですか、うん、でもそっから何喋っていいか分かるのか意味が分かんない。いや、だってほら怖いじゃないですか、幽霊って見えないから別に気にならないけど、うん、いるって言われたらなんかちょっと気になるじゃないですか。確かにそうかも。ちょっとゾクゾクするみたいな、うん、いや、だから今日多分ね塩持ってるから大丈夫とは言ってましたけど、うん、ね、なんかこれからいろんなこのお話をしていく上でもしかしたら、あ、チャンネルとかね、何かしパッてあっちゃって何かが起きることもある。あ、それはあると思います。ちなみにこの今の段階ではまだその、うん、
そのチャンネル合わせほどのものは来てない、うん、本当に これもずっと怖いですね。私は怖くないですけどね。これってあんま怖いって思わない方がいいんですか？怖いって思ってたら寄ってくるみたいなのあるんですか？どうなんだろう、怖い。一回僕バイト先の人ですごいスピリチュアルが好きな人がいてスピリチュアル怖い人がいて、でその人に幽霊って怖いですよねってなんとなくこのレジが暇だった時に話してたら、うん、そんなこと幽霊は怒られて、なんでですかって聞いたら、幽霊は何かメッセージがあってお前のところ出てきてるのに、そのメッセージを聞かないでうわーって言ってたら幽霊腹立つだろ、幽霊お前が幽霊だったら腹立つだろ、だからやってくるわけさ。すごい、この人幽霊寄りの幽霊寄りの立場でめっちゃ物言ってくるから、そこまで思ったことないけど。そうで逆の立場になって考えてみてわけ、お前が血だらけになって夜知らない人の目の前に出てきて、お前はただ事故っただけだ、事故って血だらけになってる、知らない人の目の前に出てくる、助けてくださいって言った時に女の人がギャーって言って逃げたらお前死ぬぜって言われた。全然共感できなくていや、なんとなくで分かりますよ。すごいな。わざわざだけど、だからあんまり怖がるのはダメだよって怒られたことあるんですよ。でも、なんかあの見える友達結構多くて、はい、まあ、家族もそうなんですけど、うん、よくその見える友達で言うのは、幽霊より怖いのは生きてる人だよねっていう、ね、私もそれすごい思うんですよ。はい、あ、生き量的なもの。いや、生きてる人。生きてる人。生きてる生身の人間の方が怖い。何するか分かんない。なるほどね。うん、読めないっていうか読めない、うん、あ、そうそう、以上同じことを赤バナ青年会っていううちの事務所の先輩も言ったんですけど、うちの事務所の先輩って言わなくても私も分かるから。あ、見えるんですか、ママさん、赤バナさんのことが。もうね、この赤バナさんがこの世の中で一番怖いのは何ですかって、もううちの先輩だからもう48ぐらいですか、48、9ぐらいの先輩にこの世で一番怖いものは何ですかって聞いたら即答でしたね、人の優しさって言ってました。お、優しさほど怖いものはないよと。なんかあったんでしょうね。名言です、名言です。本当にびっくりした。あ、だから後でちょっとね、赤羽さんの怖い話もできたらなと思うんですけど、幽霊出てこない怖い話。あ、そういうのが一番怖いですよね。そういうの怖い。あの短いんですけど、夏の暑苦しい日に扇風機だけつけて赤羽さん寝てて、もうあまりの暑で起きたらしいですよ、うん、クーラー壊れてたからっつって、バッて起きてもうめちゃくちゃ暑いから、うん、なんだろこんな暑くて寝れるんやしっつって、でもこんな多分汗かいてるし、もうお風呂入って寝ようっつって体触ったら一滴も汗かいてなかったっていう。怖いじゃないですか。さあ、メガネロッカーの木曜ジュングリ、今夜のゲストはスインチママさんです、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今夜のテーマが怖い話ということで、引き続き怖い話スペシャルでお届けしていきますが、もう今まだ、ママさんの左にはその女性の方がいるということで。あ、今ね、いないです。あ、いなくなったんですか。いなくなりました。あ、え、これは なんかもうなんでですかね、赤羽青年会の話したからですかね。なんか今言われたらいないです。あー、すげえ、うん、これってなんかいなくなる時ってバイバイ的なことは言わないんですね。言わないです。ファーってもう言っちゃうんですね、うん、あ、じゃあまだこのスタジオには、その霊的なものは寄ってきてないと。はい、あ、よかったです。じゃあもうここから、まあ、ここから今、コーナー始まって皆さんが怖い話していくので、もしかしたら何かあるかもしれないっていうのだけ頭に入れて、ね、先に行きたいと思います、はい、こちらのコーナー、ジュングリボックストーク。さあ、こちらのコーナーちょっと怖めで言ってみましたけども、こちらのコーナーはいつもであれば箱の中に書かれている紙を取って、お題について喋るんですけども、うん、今回はみんなの名前が書かれてます。先ほども言いましたが、はい、大家、まあまあさん、キャンさん、3名の名前が書かれてまして、出てきた人に怖い話をしていただくというのが今回のジュングリボックストークで、3名全員終わるまでは2曲目に行きませんという流れになってます。はい、もう1枚取りました。はい、じゃん、あ、大家です。僕が話しましょうね。じゃあこれなんか、まあ
単純に僕ら FEC の事務所ってその出るっていう噂が結構ありまして、ありますね、いろんな人から聞きます、ね、そうそうそう、うん、結構いろんななんかポルターガイスじゃないですけど、怖い現象が起こったり、なんかラップ音がすごいとか、まず、うん、で昔いた見えるマネージャーの方が、稽古場の、まあ、冷蔵庫が隅の方にあったんですけど、そこ指さしているねっていうとか、なんかそれぐらい結構もう噂が絶えないとこで、あんまでも僕は霊感も何もないんで、うん、信じてなかったんですよ、うん、でもそれでもちょっと FEC も本当にそういうのあるんだなっていうのを経験した出来事がありまして、でこれ夜中まで結構みんなね稽古とかあると残ったりするんですよ、事務所に、はいはい、でその時僕とその事務所というかの方にいたのがモコモコモトシっていう芸人の2人で、一緒にいまして、はい、で、まあ、夜中もう多分2時ぐらいになってたよね、あれね、2時ぐらいになって誰に話しかけてる、いやもうなんかそういう喋りかけて2時ぐらいになってたと思うんだけど、それぐらいの時間にこう元氏と一緒に奥の部屋と手前の部屋2つあるんですけど、奥の方の部屋で奥って衣装部屋、衣装部屋が奥にあるんですけど、そちらの方でちょっと元氏とお話とかしてたら、急にそのドンドンって聞こえてくるんですよ、なんか物を叩く音というか壁を叩こうとか、最初はちっちゃい感じでドンドンって聞こえて、でまあ、よくラップ音とかなるじゃないですか、事務所だから全然気にしてなかったんですよ、うんうんうん、でそのまあすぐやむだろうと思ってたら、ずっとドンドンっていうのが聞こえるんですよ、ちっちゃい音で、でその時に元氏も聞こえるよな、俺だけじゃないよなって言ったら元氏も聞こえますと、でこれどっからなってるか調べるかっつって、その奥の部屋出て手前のみんながね、ライブの稽古とかするその稽古場行って入っても、そっから音はしてる感じじゃないんですよ、うん、でもずっとドン、ドンって聞こえてきて、でちょっと怖くなって、その稽古場側をね出たら、うん、オフィスがあるんですけど、離れたところにね、ちょっと離れたところにもう徒歩10、まあ、5秒ぐらいできる場所にオフィスがあって、うん、そこにきんぴらごぼうのタイガさんがいるっていうので、うん、まあ、ちょっと一回出てタイガさんに話しよう、これ怖いからっつって、うんうん、そしたらこの出口、稽古場の出口向かうごとにドン、ドンがだんだんなんか大きくなってる感じがするんですよ、最初ちっちゃかったのに、もう稽古場出たぐらいには中ぐらいの音になってて、怖い、音の出所が分かったんですよ、稽古場の隣にかかずひとささんっていう方、うちの事務所の先輩にいるんですけど、はいはい、琉球の歴史に詳しい、うん、かかずひとささんたちが、いるその文化事業部っていうところの部屋があるんですよ、うんうん、そこはもう本当に鍵カチカチカチってなんかパスワード打って開けるタイプの、なんていうんですか、鉄じゃないけど、なんていうのかな、うん、なんかね、頑丈な扉みたいな、うん、いもうところで、そこの中でドンドンってなってるんですよ、で僕らはもう夜中だったし、なんか作業してんのかなと思って、もうそのまま一回オフィス行って、タイガーさん実はこうこうこうで聞こえるんで、一回ちょっと出てもらっていいですかっつって出たけど、その時に3名で出たら音が鳴らないんですよ、であれって、うん、でまだオフィス戻って、でタイガーさんはじゃあ残っとくわ事務所に、で僕と元氏はもう帰るっつって、夜も遅いから帰ろうかっつって、お疲れしたってオフィスこうパーって出て、ドアガチャンって閉めた時に、このさっきのドンの音がマックスで聞こえるんですよ、ドン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 って鳴り続けて、え、なになになに、これやばくないやばくないってなって、でエレベーターが近くにあるんで、これエレベーターですぐエレベーター呼んで降りようっつって、1階2段エレベーターポッと押して、2階3階って上がってくるまでドンドンドンってこれマックスに聞こえるんですよ、でうわやばい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 と思って、よくこの音を澄ましてったら、このさっきまで遠くにあった音が近づいてきてて、もう壁1枚越しに聞こえるんですよ、ドンドンドンってめっちゃやばいっつって、急いでエレベーターガッて開いて乗って、1階着いた頃にはもう2人とも放心状態ですよ、何だったんだろう今やばいよなっつって、で1回怖いからもう1回上上がろうかみたいな話になって、バカじゃない、なんで上がるの、でもう1回3階押して、グー2階3階チーンってパッてドアが開いたら何の音もしないんですよ、で降りて一応確認もするんですけど、誰かがいる気配もないし、その文化事業部のドアちょっとコンコンってノックしたけど、誰も出なくて誰もいなかったんですよ、未だにあの音が僕らは何だったかわからないんですよ、大河君は聞いてない、聞いてないんですよ、僕と元氏しか聞いてない、一人だけだったらわかるけど、もう一人の人も聞いてるんです、うん、同じ体験してる、うんうん、だからこれは僕らに起こったことだから、もう何か未だにわからないっていう、幽霊じゃないけど怖い話というか怖い体験もしたなっていうのはそれがあったっていう、うん、まあでも霊的なもんですね、霊的なものなんですかね、うん、ですね、これは怖いですね、怖いですね、なんかめっちゃ、ね、でも遊ばれてたと思いますよ、
あ、遊ばれてたんですか。あ、いたずら的な感じで、はい、遊ばれてたと思います。手のひらで回されてたんですね、はい、もう完全に、もう完全に、もうやめてほしいな、マジでそういうの。僕昔翔也くんにもいじめられてて、今何幽霊にもいじめられてるみたいな。確かうわーやばいな。いやでもこんな感じでどんどん怖い話していきたいと思います、はい。次はキャンさんですね。あ、僕ですか。キャンさん、いやすいません、怖い話ちょっと聞かせていただいてもいいですか。僕そうですね、ちょっと本当に怖いやつか、あの最近経験したことかっていうので。あ、本当に。え、選んでいいってことですか。選んでいいです。ママさん、どうしよう。ママさん選んでいいですよ。私ね、霊体験してるけど人の話聞くの怖いんですよ。じゃあ、じゃあでもあの怖いので。怖い方で、はい、かしこまりました。じゃあ僕が大学時代一人暮らししてた頃の話です。はい、実はですね、まあ名護の方に一人暮らしで住んで大学通ってたんですけど、はい、まあまあここまで行ったらバレますね。バレますね。名護大学です。はい、はい、まあその過程で、はい、まあ一人暮らしをすることになったんですが、まあ新築のワンルームマンション、はい、まだ誰も住んだことのない場所、はい、すごい綺麗な部屋で角部屋だったんですよ僕。1階のまあいい場所だなと、まあ安全だしいいやって思ってすごい快適に住んでたんですけど、まあ明くる日ですね、夏の蒸し暑い今日みたいな日でした。まあ夜になってもなかなか眠れなくて、うん、なんかおかしいなーと思ってずっとムズ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 ってやってたら、なんかやっぱり寝れないんですよ。気になって時間を確認すると夜中の2時、うん、牛蜜時、昔から言うじゃないですか、はい、牛蜜時って。ってね、で、あ、牛蜜時か、嫌な予感すんなって思いながらパーってちょっと窓の方が気になって、僕はカーテンするのが嫌いなんで、あの明かりで起きたいんで、カーテン開けっぱなしなんですよ、はい、で、すりガラス、はい、で、ふって外見上げるとすぐ駐車場なんですけど、そこから真っ白い肘から上だけの手がドドドンドドドンって窓を叩いてるんですよ。でもこの時点で僕はですね、寝れなくてイライラしてたので、うん、誰だこの野郎と思ってこんないたずらしやがって、どうせ陸上部の誰かだろうと思って、はい、玄関から出て、角部屋なのでエアガンを片手に、エアガン回り込んで、はい、パッて覗いたら広い駐車場なんですけど誰もいませんでした。でも手は見えたってこと。そうです、そうです、確実に。ただその続きがありまして、はい、ここのマンション結構あれなんですよ、出入りが激しいんですよ、この間とか、うんうん、で、まあ、学生がいっぱい、人の出入り。そうですね、学生、まあ、この住んでる人が入れ替わり立ち替わり、うん、いろいろ変わるんですね、はいはいはい、で僕の部屋の人も自分4年間住んでる間で3回4回ぐらい変わってるんですよ。で、まあ、それ以外の経験で、まあ、それから何年後かしてからですよ、僕一番怖かったのは初めて金縛りになったんですよ。金縛り、もうそのまんま部屋で夜中うって起きたら体が動かなくて、でベッドが下が棚になってて上に上がってるんで足元にドアがあるんですよ、はいはいはい、キッチンに向かう。でそのドアが開いている状態でいつも寝てるんですけど、ここから目が離せなくて、うわ、なんだろう、なんかおかしいおかしいって思ってると、うわーって本当に貞子みたいな、こんな髪の下がった女がうわってふって浮いてきて、うってこう足をつかまれて、気がついたら朝になってるんですよっていうのがありまして、僕はそれ以来幽霊が強いなんて信じなくなりました。幽霊が強い、はい、生きてる人間の方が強いに決まってる。人生こんなん現物バランス悪くてたまるかって思って、それから見てないです。そういうふうに思ったら見えなくなった。見えなくなりました、はあ、これ怖いな。でもいやでも、いやでもベタですけど、その貞子っぽいの出てきたら怖いですもんね。まあ怖かったですよ、めちゃめちゃ怖かったですよ、その時は。もう震えるぐらい。でもそれ以上に疲れてて相手にする気にならなかったです。あーでも、あーリアルだ
な、怖いな。そんなの見たらやだ。やですね。これやっぱなんかその朝起きたらその夢かなと思ってたけど、ベタな感じの足元にこの手のあざがとか、あざがとかって言うじゃないですか、うん、もうそんなのも確認する気ないぐらい疲れてました。もう本当にふざけんなよぐらいな感じで、なかなかでもそのテンションでお化け見ることはなかなかないですもんね。だからそっからイライラしたんで、そっからもう本当にゲームバランス悪すぎだろって思って見なくなりました。あるんですね、やっぱそのお化けを見なくなる瞬間とかも経験して、後でこれもチャンネルの問題ってことですもんね。チャンネルの問題だと思いますよ。ですね、はい、うんうん、うちの家系は結構周り見るので。あ、なるほど、はい、おー、結構いろいろ聞きますけど、はい、ラスト、はい、ママさん、はい、私はこのユタの修行をするようになってからは、はい、怖い体験をしなくなったんですけど、はい、それまではなんか自分でこういいの悪いのっていうのを仕分けできなくて、怖い体験結構してきたんですよ、それまでは。今はもう全然自分でこうチャンネル合わせられるんですけど、はいはい、で二十歳ぐらいの時に付き合ってた彼氏とモーテル、なんていうの、なんていうの、ラブホテル、この沖縄市の車で入るタイプ、車で入るタイプの、はいはい、でめっちゃ安いから1時間1500円とかですよね、休憩多分沖縄市、多分そうだと思います。めっちゃ安いんですよ。僕多分でしか答えられません。めっちゃキャンサーに同意求めるじゃないですか。それで、はいはい、まあ、そこ入って、でももう古いの、沖縄市のラブホテルってほとんど、はいはいはい、もう昔からあって、で汚くて、でもまあようやることやれればいいぐらいの若さ、若いから、まあ、若いからね、そうそうそう、元気があれば。で入っていって、まず私中に、やっぱ最初にどこに行ってもやるのは、どっかに変なのいないかなってこうやっぱ見るんですよ。あ、なんか言いますね、なんか部屋でこうなんか手叩いて響かなかったらいるみたいなのもありますもん、ね。まあ、そんな素人的なことじゃないんですよ。もうちょっとこう見たら、プロ的な目線で、ね、そうそう、プロ的な目線でパッと見て、はいはいはい、この部屋大丈夫かなっていうのをやるんですけど、うん、まあお風呂場の方を覗こうと思った時にパッて顔出したら、向こうも同じ速度でパッて女の人が顔出したの、このお風呂場から。で私怖いからパッて戻って、はい、このその時付き合ってた彼氏に、ねえこっち幽霊いるから出ようって言って、そしたらなんかこの男の子見ない子なのに私のここ見ているな、左肩を見て、そう、もうついてきてるわけ、この女の子が。で見えない人でも見えるぐらい強いちょっと怨念を持った子だったのね。でいるなって言って、でもすぐ出たんだけど、その後もずっと車の後ろに乗ってきてて、私たちから離れなかったの、はい、で私ほらおばあちゃんは全部ユタだから、全部もう分かるじゃないですか、行ったらラブホテル行ったとか、うん、どうやってこれ話したらいいかなと思って、言えないでしょ、どっから連れてきたかとか。まあ言えないですよね。そうだけど、もうさすがちょっと怖いと思って、ずっと私のこと睨んでるから、この女の人が。でおばあちゃん家に速攻そのままこの彼氏と行って、はい、そしたらおばあちゃんがもう何も言わないで、あんたたち変なところ行ってみたいな、あんなところはね人の悪いのがたまるから行ったらダメなんだよみたいな。でまあ、全然自分たちの関係のない、まあ、要は浮遊霊みたいな、でもすごい怨念を持ってて、で 私に対してこう自分の彼氏を取った女の人と思って、あ、なるほど、うん、こうついてきてるって言って、あんなとこ行ったらダメよって、それが私は一番怖かったなと思って。おーほほー、一応じゃあ無事に、あ、もうおばあちゃんに話してもらって、そうそうそう、結構やばいっすね、怖かった。ヘビーですね。ヘビーですね。いろいろなんかそのママさんの話しだしたら、ツイキャスの方でもコメントがいろいろ来てるんですけど、お、彼氏奪いに来たのかなと、ペーターさんが。それもあるでしょうね。で白馬のガースケさんが、あ、ラブホテル一旦生き量かと来てますけど、うん、生き量ではないってことですか。生き量ではないですね。あ、もうそういう、ちょっとそういう思いを抱えて亡くなった方、亡くなった方ということで、お、三者三様の、うん、お話いかがでしたかね。皆さん結構なんかギャラリーさんの反応を見る感じは、僕以外は怖そうな反応がすごいですね。ね、僕の時もツイキャス何も来なかったんですけど、他2人が喋り出したらめっちゃ来るっていうね。それが一番僕は怖いなと思って。
という感じでお届けしておりましたけど、皆様からも引き続きメッセージツイキャスなどでお待ちしておりますので、ぜひぜひ怖い話あればお送りください。以上、じゅんぐりボックストークでございました。はい、さあ、続いて2曲目なんですけども、2曲目はですね、あの曲の中に幽霊の声が入ってるで有名な、曲を流そうかなと。はい、レベッカって分かります、うん、フレンズとかです、はい、まあ、有名なんですけど、レベッカのムーンっていう曲で、うん、2番の歌詞のワンフレーズ終わりぐらいに、最初の歌い出し終わりぐらいに、あ、先輩っていうのが入ってるらしいんですよ。でちょっとね、それをちょっとこれから今から流しますので、ぜひ皆さんもそれちょっと聞こえるかどうか、よく聞きながら聞いていただければと思います。それでは行きたいと思います。2曲目です。レベッカでムーン。いやでも結構ママさんの話の時に僕ゾクゾクってきましたから怖かったよ。なんか同じタイミングでわって出てきたから。顔的にはどんな顔だったんですか？若い人ですか？もう若い普通の女の子、女性。はあ、マジか。そう、いやー、猫さんだね、猫さん、猫は聞こえないみたいな誰が怖かったとかあります？ママさん、やったー、やったーでもないけど、まあ、僕のレベル低いですからね。いやでも僕もレベル低いですからね、マジで。だからもう、でも私といたらなんか友達が見えるようになってくる。あ、すごいですね。そうね、波長って多分合ってくるから、はい、全然見えなかった友達がちょっと幽霊見えてきたりとか。自分も家では幽霊話しないです。寄ってくるから。家の中でも強いメンバーの自分と弟と母親で面白がってやってた時に、ふって会いたかったのに向けて全員で固まったんです。すごいな、もう俺、笑っちゃうな。寄ってくるんですよね。寄ってくるんですよ。でもその時のやつは、多分ご先祖様か何か、白いのがスッて通り過ぎたんで、これ以上やるな、みたいな。うん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 。注意しに来て。注意しに来たみたいな感じ。これ、で今はもう、今は全然大丈夫ってことですよ。いますよ。じゃないですよね。かもしれない。いや、怖っ。え、今本当にいるんですかね。います、います。これは普通にいいやつ。あ、別に害はない。害はない。まあ、多分その方でしょうね、この前僕についてきたのは。いやその方じゃないですね。別ですね。あ、キャザー前ちょっとお話ししてましたもんね、僕らに。はい、お仕事終わりで家帰ったらついてきた。家帰ったらついてきたらしい。でもその後から出ないって言いましたけど。母が見たって言った。はいはい。わかるんですか、もうその人じゃないって。その人じゃない。あ、また別なんですね。うん、何体いるか私がいることでちょっと来てる、あ、来た方です、これは。あ、だリスナーさんです。え、マーマーさんのファン、まあ、ファン追っかけ追っかけ追っかけのレベルがやばいですよ。え、ちなみにその今その来てる方はどんな方というか、女性の方。女性の方。あ、さっきと違う人。違う人。おお、入れ替わり立ち替わり激しいですね。さあ、そして、いろいろツイキャスの方でも来てますよ。聞こえない、聞こえない、ツイキャスだから聞こえないと、ペーターさんがツイキャスが結構聞こえないんでね。そして、ハグマのガスケさんが、録音した時に自殺した、友達の声が入ってた。これレベッカの、あ、そう、レベッカのフレンズにも先輩っていうフレーズが入ってる。そして、シュプリームさん、レベッカの曲が始まった瞬間、シリが勝手に起動した。うわぁ、怖い。これなんか、皆さん起きてますね。そうですね、これ多分また YouTube とかに上げるときは閲覧注意というかこれを見て何が起こっても責任取りませんと。まあ、まあ、大丈夫か、責任取る。どうしたの？なんか分かんないです、今あっちで黒い影ファッて見えたんで。怖い。ちょうど右のガラスのところの方から、うん、なんか気のせいだと思うんですけど、なんかこうファッて撮って振り返るみたいな、黒いのを振り返るみたいな、ふらって見たから。あ、そういうの大体本物っすね。いやでも僕見えない人だから、普段だから私といるから。はい、ママさんと一緒にいるから見えちゃったんじゃないですか。なるほどね。はい、でもママさんと離れたら見えなくなってしまったことですもんね。そうです、そうです。あ、なるほど、うんうん、僕の目の前にもすごい一人見えてるんですがあれは何ですかね。私もなんか見えてるんですよ。あ、これは多分後で分かると思いますね、うんうん、後々分かることと。いや怖いっすね。いやちょっと本当に、なんかあんまりでもやっぱこういうの良くないね怖いんです
ですよね。まあ怖いですし、まあもっと言うとそのこの後ね、エフペディアの部分で出てくれるのが、あのそのマンマさんがね、その幽霊が見えるっていうか、ユタの血を引き継いでるっていうので、ちょっと最近この心霊現象じゃないですけど、ちょっとしたもので悩んでる若手がこっちやってきまして、相談を聞いてもらうっていうコーナーになってるので、はい、ぜひね、あの相談、まあ、ちょっとずはっきり言って大丈夫なんで、わかりました。もう残りあと番組13分ぐらいですけど、うんうん、もうこの方はっきり言って、はい、もう帰り怖くなるぐらいのもうちょっとことを言っていきますなと思うんですけど、怖がりですか、そのゲストの方的には。怖がり。あ、怖がりなんだ。一応ママさんとさっき打ち合わせの時点でこの名前を出してお話ししたところ、いろいろ結構もう出てたんで、あ、やっぱりねーみたいな、やっぱりねーみたいな。あ、そして、あ、ペーターさん、別端末でリスラジ起動しようとしたら端末が落ちましたと。うわ、シママースをぜひこれちょっと撫でるだけで効果出るので、皆さんですね、電波で寄ってきてます、電波で寄ってきてますね、完全に。僕らも塩で守られてますから。そう結界が張られてます。ここは塩の CM で新しくそんな感じで言ったらめっちゃ売れそうですよね。めっちゃ売れると思います。今もなくで、そしてガースケさんも、幽霊もさ、人の体に入るぐらいなら仮装される前に自身の体に戻ればよかったねと。3さあ、メガネロック屋の木曜ジュングリ、引き続き、ゲストスインチマーマーさんでお届けしております。よろしくお願いします。今週のテーマが怖い話で、はい、お届けして、先ほど3人がいろいろおしゃべりさせていただいたんですけども、追加の方でいろいろ来てまして、ペーターさんが、別端末でリスラジ起動しようとしたら端末が落ちましたと。そしてシプリームさん、追加見したら追加が落ちましたと。いろいろ何かしら起こってるということでありますが、もう時間が一応近づいてきてますので、はい、ここで、元氏呼びましょうかね。元氏を呼びましょうかね。これ、エフペディアのコーナー行きたいと思います。はい。完全に間違えました。これ、幽霊のせいですね。うん、幽霊のせいですね。ここでコーナー行きたいと思います。エフペディア。さあ、こちらのコーナーですね。はい。いつもだったら、まあ、若手芸人にいろいろ紹介してもらうんですけども、今週はマンマンさんがユタで、あ、ユタの秩序を受け継いで幽霊が見えるということで、はい、ちょっと相談したいということで、はい、元氏が今日は来てくれてます。じゃあ、登場してもらいましょう。もこもこ元氏です。よろしくお願いします。元氏くん、ようこそ。もこもこ元氏が。いいですか？真ん中で、真ん中でどうぞどうぞ。やっぱり元氏くんですよね。塩の量よ。おかしいでしょこの量。そう、これぐらいないとここはダメです。普通ちょっと盛るぐらいじゃないですか。これはもう袋ごと量多いな。さあ、そうなんですね。もこもこ元氏来てもらいましたけど、はい、いわゆるマンマさんに相談したいことがあると、はい、もうね、感じてたから。1個だけ言ってたのがあるわけ、本当に本番前に聞きたいというか。あ、マジか。一応マンマさん1個これ最初で聞いといた方がいいと思うんですけど、一応マンマの子が怖がりですよ僕。これはスインチマンマのマンマ。紛らわしいわね。なんかなと思ったよ。まあまあですよ、まあ、まあまあです本当に。え、なんかあるんですか？一個ね、あの最近もしかしてみたいなこと言ってましたもんね。最近、はい、もしかして、はい、帰り道を変えた、なんかこの普段通る道を変えたり。あ、でもいえちょおかか来る道はちょっと変わってますね。あのいつも通ってた道をちょっと戻、まあ、変えましたよ、うん。原因はそこですね。ああ、なるほど、見えてると。ちなみに元氏の相談内容は、相談内容はまたこのどんな最大のもも、あのまあよく昔から起こってはいたんですけど、最近ちょっと月1ぐらいで起こってて、まあ、金縛りなんですかね、うん、それって、うん、なんかパッて夜中目が覚めて、まあ、体とかがもう全く力入らないんですよ、うん、もう普通、まあ、金縛りがこれも金縛りかもしれないじゃないかもしれない、分かんないですけど、まあ本当力入れようとしても感覚がないんですよ、もう、うん、手足全部で、あの息ができなくなっていくんですよ、どんどん、うん、で本当に限界が来て、ちょっとスーッと落ちていくんです。で動けるようになるんですよ。限界まで息ができなくなってから、そこからまたゆっくりスーッ
って息ができるようになってってはぁーってなるのが月これうちの父親と同じ症状これはこれはもう今僕の中で思ってるのが例なのか、もう僕が今死にかけてるのかどっちからかなと思ってて、ママさんパッと聞いた感じはこれは例ですか、リアルに太ってる人ってなんか眠るときに呼吸が途中で止まったりしますあのうちの父親もちょっと寝てると思ってすごい意地控えてたらこれただ単に幽霊じゃなくて太りすぎとかで無呼吸症候群みたいな、そうそうみたいな、いやでも固まるんですよ、だからもう酸素が行き渡ってないっていう簡単で酸素が行き渡ってないだけの話じゃないかなって。なるほどね、もっとし解決したね、うん、あよかった、そうそう、だからもっと体質改善をやった方がいいと思います。これ普通の人に聞いても分かることだよデジ怖かったマンバーさんに聞かなくても分かる、そうそうそう、ただ帰り道のこと当てられてるから、なんすか本当ここら、なんか帰り道で今通ってる道、今まあ、うん、変えた道はあんまり良くないかもしれない、はい、これは何かもしかしたら後々狭い道、帰り道の中でもこういう大きい道じゃなくて車が 対向車とこう行き違うぐらいのちょっと細い道で拾って帰ってます、はいはい、だからあの明るいうちはいいんだけどちょっと夜遅く帰る時とかはそこ通らない方がいいかな、あ、うん、そこからちょっと単純に今この、うん、まあ、今バイトしてる場所が、まあ、する場所が転々するんですよよく、うん、で今もちょっと変わっててちょっとそういう道というか細い道を一回通ってゴーバチンに出る、うん、そこ通らないと帰れない、うん、まあそこが一応手っ取り早い場所ではある、あそこで、あそうなんですね、はい、おじさんを、おじさんを拾ってるんですか俺あそうなんだ、おじさんを引っ掛けてます。これもしかしたらあれじゃないですか、なんかね、おじさんもしかしたら心当たりあるんじゃない、もしかしたらおじさんについて心当たりがあることがあるんじゃない、おじさんパンダとかじゃあ分かりづらいよ、何でパンダって何ね、じゃあこれ僕らしか分からないやつ、僕らしか分からない分かりづらいでしょ、いやでも もしかしたらね、何か今後あるかもしれないから、そのおじさんがでもさっきの話本当一緒にいるときに、ああこれ本当です、これちょっと間違ってたのが、あのどんこのだからこの人差さんの部屋から聞こえてたは言ったんですけど、うん、最初はそこじゃなくて別の場所だったんです、ちょっと奥側から、うん、奥側からどんどん人差さん側に近づいてきたんですよ、うん、で消火器あるじゃん、わかります、あのトイレが、トイレのところにドアの前に、あ、はいはいはい、非常ベルのところの、うんうん、もう鳴ったんですよ、どん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 ってで、おやばってなった後に人差さんのところが鳴ったんですけど、それは完全に中から叩いてるんですよ、怖っ、中から本当に、なんだここから出せぐらいのテンションで叩いてるんですよ、完全にもうやばやばと思って、でも人差さんこんなことするわけないんで、うん、いくらなんでも人差さんの前ほらあのあマジムーンの時に大戦争ってなってましたね、ちょっと私あれ立ててたの分かる、あ先行みたいな、立てました、先行先行先行は立て先行は立てんわゲーンっていうこの沖縄の草のお守りを立ててたのは、そこちょっとたまりやすい場所なんですよ、うん、なるほどね、うん、いやもう FEC は3も3も必要です、あ3、3、そう3とゲーン、まあ同じようなもんですね、いますよ FEC、ね、いますよ、あじゃあ余裕でいますよ、今日ですね、はい、メール募集しましたら、うん、福島さんという方から、はい、大家さん、大家くん、うるわしのママさん、こんばんは、こんばんは、メールが来てるんですよ、テーマ怖い話、3年前まで住んでいた京都の心霊スポットの話をします。まあ、画像がついてるんですけども、画像の方でなんか京都の風景なんですけども、はい、川沿いのこちらなんですけども、うん、京都のカップルは一度は行くと言ってもいいほどの名所、何ですかこれは、
三条河原読み方当たってるかな、ね、当たってるかごめんなさい分かんないですけど、はい、三条河原と呼ばれる鴨川沿いの遊歩道で等間隔にカップルが座ることで全国的にも有名ですが、実はここ知る人ぞ知る有名な心霊スポットなんですよね。戦国時代からこの三条河原やもう少し下のもう少し下った六条河原は処刑場で、この三条河原は千利休や豊臣秀吉の甥の秀次ですかが切腹したり、養女を含む秀次一族が皆殺しになった場所で鴨川が真っ赤に染まったと言われる場所です、うん、そんな場所と知ってか知らずか、我が世を謳歌するバカップルどもがイチャイチャしている姿を見ていつも鼻で、笑っていたというのは言うまでもありません、うん、最後になるが、なりますが、自分の iPhone にいい画像がなかったのでネットで拾い高画像になりますが、ママさんはこの画像を見て霊を感じることができますかと、ついてきてるね、その鴨川のほとりというかそういうの写真なんですけども、うん、このそばに映ってる川が真っ赤に染まったと、うん、でも確かにね、京都はそういうの多いって言いますからね。僕も おばあちゃんとかが大阪寄りなんですけども、京都のどっかのお寺に行った時に撮った記念写真が、うん、まあ、竹林の中で撮ったんですけど、バック後ろの背景全部真っ赤なんですよ。真っ赤なもやがかかってて、でめっちゃオーラ強い人がいたな、もう7割ぐらい写真の7割ぐらいもう赤いブワーってのが映るんですよ、うん、それ以来僕はもうなんか怖くてそういうところにはなかなか行けてない。でも赤いオーラっていいっていうね。あ、そうなんだ、うん、あ、いいんですか、あったかい感じ、あったかい、うん、じゃあめっちゃ行きますいろいろお届けしておりましたけど、お時間が来たということですね。以上、エフペディアでした。はい、ありがとうございます。さあ、お届けしておりましたメガネロックの木曜ジングル、いよいよお別れのお時間となっております、はい、ママさん、今日ありがとうございました。ありがとうございます。トータル、今はいるかいないかと言ったら、います。あ、いる、ほらほらほら、あ、やばいやばい、めっちゃついたり消えたりした電気がほらほら、これ、ちなみにさっきと同じ方ですか。同じ方です。よかった、最後まで一緒にね、はい、このお届けしていただきありがとうございました。お家まで一緒に帰ると思いますすごいっすね。そして、元氏のさっきのね、はい、無呼吸の体を奪われる元氏、金平太賀さんが太りすぎだろといろいろコメント来てますね、ありがとうございます。来週のゲストが、そんなモコモコ元氏でございます。そうなんですよね。そうです、僕です。来週はじゃあ無呼吸症候群で1時間お届け1時間いけるかな、一応もしあれだったら本当にまた怖い話をやるかっていうのもあるから。私くんもあるんだっけ、なんか怖い話ね。あ、一応あります、あります、あるということで、じゃあもしかしたら来週やるかも、うん、知れませんので、ぜひ楽しみに聞いていただければと思います。まあ今日はね、ちょっと夏なんでね、ヒヤッとした感じでお届けしたんですけど、どうですかね、結構怖かったですかね、聞いてる方は。怖がっていただければよかったなと思うんですけど、はい、じゃあ、もういよいよお時間なので、もとし、じゃあ最後に一言一言、来週の意気込みを意気込みをちょっと言っていただいてさよならでいきましょう。もう時間ないですからね。はい、じゃあ来週は無呼吸にならないようにラジオ中にさよなら。さよなら。いや、時間見てあと10秒とおかしいですねまだまだ時間ありますからラジオ終了前10秒とおかしいでしょ今聞いていただきありがとうございました皆様ね。ありがとうございます。まだツイキャスの方残りちょっとありますので、はい、紹介していきたいなと思います。どうでした、元氏はもう最初から聞いてたわけでしょ。まあ、途中から聞いてたわけで、はい、どうだったの。一緒、こんなにも面白いっすねガチの人が喋るだけでこんな面白いっすね。そう、私なかなかあんまりこの自分の霊体験はあんまり話したがらないので、そうそう、だから結構それが僕も打ち合わせの段階で、まあ、何回も言うよ霊がいるって言ったりするめっちゃ怖かったガチの人が言ってるから、ね、ガチの人面白い。キャンさんもありがとうございました。ありがとうございます。おしゃべりも一緒にしていただいて。僕もこういうの大好きなんで。私あんまり好きじゃないけど。自分は一人でお化け屋敷に行ったり。すごい。すごい。一人じゃないと面白くないです。人がいたら怖くないんで。なるほどね。まあ、いろいろ反応来てますけども。なんか2分ぐらいね。ね、いろいろ来てますけども、いろいろちょっと来てまして。はい、あ、スピリムさんも、シュプリムさんは、キャスが落ちたし、ネットが遮断された。わお。で、ペダさん出た。単純にこれ、スプリームさんのネット環境が折れてる大丈夫ですか。そうなんですかね。で、白馬のガースケさんが、霊能者って本当に霊と会話できるのかな、うん、ああいうなんかね、
心霊番組ってこれ本物これ嘘みたいなの分かるんですか？ あります。心霊番組で見てて、あ、この人ちゃんと幽霊と喋ってるとか、この人喋ってないっていうのは私たちプロから見ると分かります。あー、やっぱ分かるんですね。キャスト分かりますよね。僕はそこまでは強くないです。あの、多分弟とかはテレビにね、ちゃんと映るんですよ、幽霊って。おー、はい、じゃあ、なんか呪いの動画みたいなの見せて、うん、あの、なんか私、それもらって、なんか具合悪くなるタイプですよ、ちっちゃい時から。あ、普通にじゃあ、フェイクのものもたまにあって、それは大丈夫だけどみたいな感じだけど、そうそうそう、本物のなんかやつに当たると、うん、あの、ちっちゃい時から具合悪いと思ったら、親があんたはこんなの見たらダメよって。ああ、なるほど、いろいろあるんですね。そうそうそう。そして、いろいろ来てまして、阿賀助さん、オイラ朝になると一部が金縛りになる。それもなんか痺れとかですか？大丈夫ですか？ストレスかなんか。幽霊じゃないと。幽霊じゃない。そして脳梗塞とか。危ないやつですよね。そして、体を奪われるモコモコと出たさ。そしてシュプリームさんが、睡眠時無呼吸症候群、心筋梗塞の前触れと。そうよ、気をつけて。そして岩波さんが怖い感じのテンションで、さっきダイソーで中澤先輩見ました。めっちゃ絵文字ついてるし。びっくりして216円のところを215円出して、てあこれも幽霊の仕業ですよ。ちょっとね、読み切るまではちょっとやらさせてください。ごめんなさいね。いえいえ、ちょっと切れましたね。ちょっと切れたんですけども、あれ配信してるの？配信しますよ。あれでもなんか全然顔とか出ないですね。何ですか？何人見てますみたいな。ああ、うん、これ つかない、今見てないのかな誰も、ね、まあまあやりましょう一応、はい。そして、1円足りないって言われたと。でペーターさんが拾ったおじさんと一夜と。いやしないわ。誰？あとが、あ、ガスケさん、オイラも取り付いてるでしょ。オイラ左側に3人の霊がいるだよって。ガスケさん、本当ですかね。ガスケさん、生き霊？生き霊なのか、あれなのかまだ分かんないですけど。そして中谷さん、お疲れ様でしたと。で、ペーターさんが放送中に行かないでね、もこもこ。ええ、どういうことよ。だから天国に行かないで。行かない、行かない。そういうこと。そういうこと。行かないですよ。シュプリームさん、大江くん、ママさん、元志くん、みんなお疲れ様でした。ありがとうございます。シュプリームさん、ママさんに質問です。ママさん、グラビアカレンダーの発売予定はありますか？ あります、あります。40歳を記念に出そうかな。素敵ですね。リアルだな。40歳。そして、ガースケさんが、いや、さっきのね、見える見えないの話しましたけど、江原さんとシモヨシコは本物だな。江原さんは本物だと。そのシモヨシコさんはちょっと分かんないんですけど。シモヨシコ、おばあさんみたいな。あ、いるんだ。結構有名な方です。有名な方です。あれ面白いですよね、江原さんとその美輪さんがしたオーラの泉 の、あの見える見えないのやり取りは面白い。面白い。あ、どちらもね、見える方で、あの美輪さんもすごい見える方なので、たまに真似したくなるんですよね。あれやりたいね、なんかコントとかでね。あれ、おばにいるわよってそこで出るんですよね。あ、そうで聞きたかったんですよ、一つ、うん、あのキャンさん、もうさっきね、無者択一みたいな感じで、あのガチな怖い話とフェイクの方、フェイクっていうかなんか、あ、最近のやつ、最近のやつ、うん、最近のやつ 聞いたりとかしてもいいですか？あ、はい、最近のやつはここ出る出るって散々言ってるじゃないですか、ね、みんな言ってますね。実はここ感じるんですよ、やっぱり。あ、ちょっと違う場所だな、この話と思ったから嫌だったの。あ、なるほどね。違う、まあ、違うなっていう雰囲気は感じるんですけど、うん、だからこそ僕自身はあの大学の時の経験があって見えないんですよ、はい。でもうそんな経験はしないし、あの別に絡みもないので安心しきってたんですけど、実際通い始めて最初の1週間、まあ、ちょっと疲れたなって夜遅く家に帰るじゃないですか。で帰って自分はルーフで寝てるんですね、うんうん、あの家の部屋の、はい、で上に上がって寝てるんですけど、翌朝ですよ、まあ、起きてあのご飯食べようと思って出てきたら、母親に昨日女連れ込んだって言われたんです。で僕はは？って言ったんですよ。なわけあるかって、俺恋人行ったことあるか、うんって普通に行くんですよ、うん。で、ああ、そういうことかって僕も思ったんですけど、その時は流したんですよ、忙しくて。うん、はいはいはい。で、気になったんで、まあ、2週間後ぐらいに、ねえねえ、俺越しに何か見えたんですか？ちょっとごめん、ちょっとごめん。ちょっと、ママさんが角見て、みたいな顔だから。違う、もうやめて、めっちゃ怖いから。いるんだ、ここ。どっちの角ですか、こっち？こっち。
え、ちなみに誰がいるんですか。女の人がいる。多分その方ですかね、うん、その方です。ここその連れ帰った方が本日いらっしゃってます。あ、ゲストさん、ゲストさんですね。はい、いらっしゃってます。で、あのその方の姿を実際見たらしいですね、うちの母。あの影だけ、うん、部屋の中でもその後からは見ないよ、うん、うちの母も結構見る方なんで、いたらいるって言うんですけど、うん、持って帰ってきたねとか、うん、でも、いついてないんでっていう言い方をしますね。な、まあやっぱりこちらの方なんでしょうね、うん、こちらの方ですね、はい、だから家まで来たにもかかわらずやっぱりもうここが好きと、ここが住処なので戻ってこられてる、うん、多分あの新しい社員来たからどんなやつだろうってチェックしに来た。あ、なるほど。そうです、はい、新編調査ちょっといやらしいこといっぱい見られちゃったかもしれないですけど、はい、でもDJなんかアイコンとかあってて見えないから俺らめっちゃ怖いから、あの一応あれですよ、あの僕もこちらで頑張ろうと思ってるんで、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、仲良く、はい、いや、分からん一人コントみたいになってるだからもう、まあ、めっちゃ怖い。ちなみにその方は、はい、あの詳細とか、まあ、キャンさんはまだ分かんない、どれぐらいの年齢でとかっていうのは分かんないですけど、ちなみに今マンマさんが見える感じで言うと若い方、若い、はい、20代っぽい。僕は正直危険は感じてません。うん、あのなんでかっていうと、も本当にあちょっと変なのついてきてたって思ったら、なんか多分いろいろあると思うんで。ああ、じゃあまだ、うん、はい、好意的というか、な、うん、あの気づいてもらえたら嬉しいぐらい。ああ、なるほどね。みんなが気づいて見えないですけど、やっぱそういうのは、ね、うん、幽霊もウェルカムンチュしていかないといけない。そうですね、ウェルカムンチュ気づいて。あれなんだよ、ウェルカすごいさ、何でもウェルカムにするじゃないですか。そしてあれだ、今日俺1個マーマンさんので聞いて、俺が個人的に怖かったのが、劇場とかね、ライブやってますけど、はいはい、その時も見えるっていう。見えてます。そうなんだ。なんかネタやってる最中に、あんまりこのお客さん反応ないな、あれおかしいな、なんだ幽霊かって。それすごいなと思って。普通の生身の人間じゃないと目が行くわけ。あ、笑いもしないし、動きもしないし、なんか変だなと思ったら、幽霊か、幽霊か、あ、幽霊かってならないでしょ。でも自分もはっきり見えてた時期はそうでしょ、なんか、ね、勝手にそこに 目が、あ、なんか行っちゃうよね。ちょっとやっぱオーラが違う、はい、なんかロックオンされちゃう感じですね。うんうん、いや、あまりにもはっきり見えるんで、普通の人だとしか思わない。そうだんだん向こう側が見えてくる、はい、透けて見えてくるみたいな。そう、一見人っぽいけど、あれと思ってきたら、あ、幽霊だみたいな。そこでもうシャッター落とすんですか。まあ、もちろん。僕の場合はあれでしたね、あの通り過ぎていくのとかが見えて、あ、妹が来た、びっくりさせようと思って玄関で待ってたら、いつまでたっても入らない、あれって言って行ったら誰もいないとかっていうのは結構学生の頃とかよくありました。うーん、結構家がそういう場所なので。これって流れてるんですか。今流れてるんですか。ただ多分右上に見てる数字のカウントが出てないんで。流れどうなんですかね。今多分もしかしたら廃止されてないかもしれない。されてない、流れてます。あのこっちの方が出てこなくて。じゃあ言うと足びな。え、待って、ちょっとこれマジで今配信はされてるのかな。されてないっぽいっすね。配信されてます。流れてます。あ、流れてない。え、でもオンライブ。やっぱりあれじゃないですか、なんかのあれが止めちゃったんじゃないですか。怖っ。え、怖っ。今の話を入れたくないっていうじゃないですか。ちょっとそうですね、権限が。ちょっと、もうただ僕らで話す楽しんでるだけだったんで。ツイキャスの人たちはあそこがぶっつん切れてるって。怖っ、だからか。でもなんかね、怖いな。でもどうしよう、これじゃあ。でも今ここまでは YouTube に載るんですかね。終わりはもう載らないんですか。一応これは最初は切れてるんですけど、こっち録画は一応全部入ってます。ああ、じゃあそこだけ残るんだったら後から、うん、今ツイキャスが遅れちゃったっていうか止まっちゃったんで。うわ、ほらやっぱなんかあるんだよこれ。はい、怖いな。マースなめて帰りましょう。マースなめて帰りましょう。マジで量いかれてるでしょ、ね、本当に。で、僕は師匠大好きなんで全然問題はないです。ちょっと僕作業があるんで1時しか残って帰らないといけないんですよね。大丈夫です、島回すから。なんかのネタだろうっていうぐらいのもうまずの押し方ですけども、今日も1時間お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。またね、なんかこういった変わった企画はね、今後もなんかジングリメンバーでやっていきたいなと思いますので。うちのおばあちゃんが大
きれる時間だったらなんか連れてきておばあちゃんが起きれる時間これどうします、順繰り順繰りというか FM ギノワンさんの特番枠でバーをあのマイクで撮りに行ってあー、まあ、まあ見てもらう芸人なんでこの人ゾーン、あ、それは面白いですよ、うん、いいんじゃないですか。あ、今僕の友達からも今 LINE 来まして、はい、あのツイキャス中途半端に終わったねっていうのが、うわー、ちゃんと 今も流れてるよっていうのは送っときましたね、うん、怖いやつ怖くするんだよ、ちょっとちょっと今だってこれ写真撮っとかないとだって信じてもらえないでしょ、だってそうだね、そうだね、怖いね、ちゃんとねこれ送るっていう、いや、いろんなことが起こります。 YouTube を確認してくださいぜひ気になる方は YouTube を確認していただければ分かると思いますので、来週はモコモコモトシ、はい、お願いします。先日のお笑い劇場で4分のコーナーに上がりました、モコモコモトシが、ついに、面白かったです。あ、本当ですか、やった、私の友達も面白かった、ありがとうございます。やっと遊びがいなくなってどんどんようやく自分のやりたいことをちゃんと表現できるということでお続けしてきましたが、これはどこに流れてるか今わからないですけど、愚装に流れてるんじゃないですか、愚装に面相あれということで、今日も1時間お付き合いありがとうございました。キャさんもありがとうございました。ええー、こちらこそありがとうございました。さあ、来週もぜひお聞きください。よろしくお願いします。また来週、さよなら、バイバーイ。